今年もたくさんのいいお店に行きました。名場面を駆け足でどうぞ。まずは上海チキン松鶴楼、名物の上海チキン。なんかやっぱなんかこう名前つけないとメニューに載せないしさ、うん、なんかいいネーミングがねえかなと思って北京ダックに対抗したわけじゃないけど、やっぱり耳障りがいい言葉の方がな、うん、で上海チキンって商標登録、商標登録大変ですよ、これ10年かかりますよ。お店のご主人と一緒に4時から飲み、強いんだもん、この他の方が来てもこれぐらいだよね。そうですね、うん、やっぱり飲んでガツンとこなかったらここね、ガツンと来すぎなぐらいちゃんとガツンと来ますよ。お目当てのお店がここです。一味レイレイ、中国家庭料理のお店一味レイレイ。わー、ありがとうございます。じゃあいただきます。山盛りの唐辛子、鶏のピリ辛揚げ。辛いだろうと思われる方も多いと思いますが、これはね、もうお行儀悪いんですけども手でいきます。うまい、ちょうど酒飲みのあてにいいような量になってるんですよ。うなぎと鶏料理の老舗赤羽の川へ。うまい。タレに一度だけつけて焼き上げたうなぎの一度漬け。これさ、たまんないよ。ここ名店だわ。神田小川町にあるジャズ喫茶ジャズオリンパス。じゃあ皆さんすみません、いただきます。名物の赤いチキンカレー。カレーの赤い色はトマトとパプリカ。唐辛子ではないので辛さは控えめ。カレーって止めるんだよね。稲荷町の中華レストラン、はい、一番大根。お邪魔します。失礼します。あ、来た来た。はい、今の炭酸割りでございます。嬉しいですな、ジョッキで来るなんてな、これ。店名と同じお酒、一番大根。あ、いいです、いいです、いいです。すごいいいです。人気メニューの麻婆豆腐。よろしければお好みでこちら山椒をおかけください。山椒ですね、しびれますね。うまいね、これ。